はい、アトレーは1981年に RV の楽しさ、利便性をコンパクトに凝縮したモデルとして誕生以来、24年のロングセラーでございます。新型アトレーワゴンは家族みんなで楽しく使えるプレジャーサポーターをコンセプトに開発し、軽キャブワゴン最大の魅力の空間効率を徹底的に追求をし、快適性、質感も大幅に向上しました。セールスポイントの第一、優れた居住性と積載性を両立した圧倒的な広々空間です。家族4人がゆとりを持って乗車できる軽トップの室内長、さらに快適な4人乗車と4人分の荷物積載を両立させる広いラゲージスペースを実現しました。2つ目は、さまざまな利用シーンに自在に対応できる使い勝手の良さです。ヘッドレストをつけたまま手軽に格納できるリアシートを採用し、多彩なシートアレンジを実現しております。またラゲージルームにはお客様が自由にカスタマイズを楽しめるような工夫を織り込んでおります。3つ目は、力強く存在感のある精悍なエクステリアと上質で居心地の良いインテリアです。大型エアロバンパーとメッキグリルに加え、プラス初の4灯式ディスチャージヘッドランプを設定。インテリアは操作系を運転席に集約することで運転しやすく洗練された空間を演出しております。インパネセンターシフトや足踏みパーキングブレーキの採用によりまして、サイドウォークスルーも実現しております。新型ではパワーと扱いやすさを両立したツインカム3気筒ターボエンジンを搭載し、パワフルでスムースな走行を実現。2450ミリのロングホイールベースに加えまして、フロントミッドシップレイアウトや新サスペンションの採用で安定感あふれる走りを実現いたしました。アトレーワゴンをどうぞよろしくお願いいたします。このアトレーワゴンですね、ご覧のように非常に大柄なボディで、軽自動車にしては非常に重い約1トン弱の重量があります。それに対して 660cc のターボエンジンを積んでいるんですけれども、特に高速道路で流れに乗って走った場合、動力性能十分なんでしょうか、見ていきたいと思います。軽自動車としてはかなり重い車で、1トン弱あるんですね。でプラス今4人乗車ですから、トータルで1300キロ、まあそれをちょっと超えると思うんですよね、ガソリンなんかを含めると。でまあこの重量でありながら 660cc でこれだけ、まあ、100キロ楽にキープしてけるということは、相当技術の進化がさすがにあるなと思う一方で、まあこういうね、4人乗って高速を100キロで楽に巡航できて、しかも室内が広い、そんな車が軽自動車であっていいのかななんて、ちょっとそういう疑問も逆に感じちゃうぐらい、まあ、しっかりと走っていると思います。このエンジン結構ターボといってもドッカーンと途中からグッとこう盛り上がるタイプではなくて、比較的中回転域からトルクをフラットに出してくれる、これはねいい部分ですね。ですから加速していく最中でもこの加速がグーンと、盛り上がっておっと思うようなことはなくて、結構、素直に加速していく。ですからまあ感覚的に言うと、ターボエンジンというよりはちょっと排気量の大きい、ノンターボ自然吸気のエンジンに近い感触があります。だからこれは例えば初心者の方が乗ったとしても、全く気を使うことなく、まあ、高速道路もちろん街中なんかでも運転できると思いますね。ただやっぱりシートの下にエンジンが収まっているんでエンジン音もする。そしてこの箱型ボディということで風の音も結構聞こえてくるということで、相当例えば後ろの席の人と喋ろうと思うとちょっと声の、トーンを上げないと厳しいなという感じがしますね。このアトレーワゴン実はですね、容積効率を最大限高めるためにエンジンをこの運転席と助手席の下に積むキャブオーバータイプを採用してるんですね。でこのタイプ、
どうしても重心が高くなりがちなんですけれども、そこら辺高速道路走ってみて安定性そして乗り心地どうだか、見ていきましょう。直進性なんかも、タイヤがねこれほど小さいタイヤを履いているんである程度仕方がないことなんですが、やっぱりビシッとこう直進が引き締まっているという感覚は薄いです。この車線の中で常にこう左右に微妙にこう揺れていると、でそれに対応してハンドルの修正も常にしなければいけない、ですから、ゆったりと安心して楽ちんに高速を走るという感じではないですね。加えて乗り心地ですね、段差なんかは結構、衝撃をうまく吸収してくれてはいるんですけれども、路面のその微妙なうねり、それに対してやっぱり常に車体が、上下それから前後ですね、前後に揺れている感じがどうしてもある。で特にこれフロントの前輪にすごく近いところに座っているんで、運転席なんかで、座っているとやっぱりその揺れというのがどうしても気になってきますね。で、これは結構厳しいコメント続いたんですけれども、軽自動車というねエクスキューズを抜きにして語るとそういうことになっちゃうんでしょうね。乗った印象としては100キロ当然楽々と出るだけの動力性能はあるんですけれども、一番リラックスして乗ってられるのはやっぱり80キロから90キロとそのくらいで流している分には足なんかも相当余裕があるんでね、頑張って100キロ出さなくてもちょっとのんびりしたペースで走れば、かなりリラックスして運転できるんじゃないかなと思いますね。この車ですね、ご覧のように非常に広い室内空間を持っていて、本当に軽自動車とは思えないぐらい広々しているんで、家族でレジャーに行くなんかにはもうもってこいの車だと思うんですけれども、レジャーに行く上で長距離を走った時、そして山道を走った時の印象、気になるところですね。すごくチューニングがうまいと思います。まずハンドルの利きなんかは結構素直 でフロント前輪が割とね最後の最後まで綺麗に粘るんですよ。だからすごくハンドルの反力なんかもしっかりとこう伝わってきますし、なかなか安心感は高いですね。で、当然重心が高いんで、あとこの車スペース効率最優先に考えてるんで、タイヤが小さい、なおかつサスペンションのストロークが短いということで、飛ばしていくとね結構そのトリッキーな動きが出てくるんですけれども、ただ普通に、ゆったりと走っているのであれば結構運転しやすいなと、そんな印象がありますね。途半能力も今また4人乗ってますけれども、一旦走り始めてしまえば結構力強いです。ただ発進加速ですよね、問題は。一旦止まって今アクセルをベタ踏みで、発進してますけれども、こういう感じで結構回転がしっかり上がってターボの下級圧が立ち上がるまでの間、それはね相当もっさりしてます。でこの辺りは小排気量ターボエンジンということで仕方のないことだとは思いますけれども、やっぱり排気量のもっと大きい小型車と比べると、劣る部分ですね。やっぱりこういう限られたスペースの中にシートをギリギリに置いてるんで、シートのサイズはどうしても犠牲になってしまうんですよね。でそこのところが長距離を走ると、あるいはこういう山道で、横方向の遠心力がかかった場合に、やっぱり体に負担をかけてくるということで、
まあ、軽自動車だから、しょうがないという部分は重々承知の上で、でも、そうですね、これだけ、室内が広くて、でエンジン、ターボがついてという車になってくると、そういう部分にまで、どんどん欲が出てきてしまうなと思いますね。